決勝点を挙げたマイナビ仙台レディースの日本女子代表 MF 田畑春菜が、皇后杯の戦いを振り返った。動画、田畑春菜が強い気持ちで PK を左隅へ沈める。マイ仙台は17日、栃木県の関石スタジアム栃木で行われた第45回皇后杯5回戦で、なでしこリーグ一部に属する愛媛 FC レディースと対戦。52分に広沢真帆のゴールで先制し、 84分に追いつかれたものの、その3分後に得た PK を田畑が沈め、2 1で勝利を収めた。田畑は日本女子代表として出場した第19回アジア競技大会、ザナインティーンスアジアンゲーム、決勝の北朝鮮女子代表に途中出場するも、右眼下壁骨折の負傷。帰国後のリーグ戦ではベンチ入りも出場機会がなく、この試合が怪我明け後、最初の試合となった。 チャンスが来た時に絶対につかんでやるという思いで練習していたとの言葉通り右サイドハーフで先発し先制点につながるクロスや PK 獲得と結果を残した今日の試合は絶対に点を決めるという気持ちでいたので自ら取った PK を切りたいなと思っていたら周りからも後押しするような声があったので緊張はしましたがリーグ戦で出番がない中でやっともらったチャンスでしたし 絶対に決めてやるという強い気持ちで蹴りました。試合の立ち上がりはエヒメールのボール回しに手を焼き、守備がはまらない時間も続いたが、もう少し前からはめていこう、と修正。ポゼッション時にも、前半はボールを回す位置が低かった、が、もう少し高い位置で回そうと話していた、と、後半へ向けた改善点を明かした。一方、失点の時間帯などを鑑みて、試合の締め方は改善すべきと、 育成年代での国際大会も経験している田畑は口にする。カテゴリーの異なる相手と戦う難しさを感じながらも、勝利には改めて胸を撫で下ろした。行くしかない展開は、前の選手として流行りやすかったですが、試合の終わらせ方は全員で共有しないと、一発勝負のトーナメントでは勝つのが難しくなってくる。自分たちはプロなので、 アマチュアの選手には絶対に負けられない気持ちがありましたが、勝ててほっとしています。